ので、アプリウェザーニュースレーダータブもご活用ください。ではここからは土曜日の22時台ということで、予報センターの森田さんによる地球天気解説のコーナーに参りましょう。森田さん、よろしくお願いします。お願いします。大きな地震がここ最近頻発しておりまして、はい、一昨日では日向灘を震源とする最大震度6弱の地震、はい、昨日ですと神奈川県西部を震源とする最大震度5弱の地震発生しましたが、はい、今日は地球から見た視点で地震についてお話をしていただけるんですよね。そうですね、地震の解説、これも予報センター、まあ、山口さんとか宇野沢さんが解説してましたけれども、はい、こういう絵を使うんですよね、はい、地震の仕組みということで、このプレートの境界域で発生云々という、まあ、こういった説明をするんですけども、はい、この海のプレート、海洋プレート、陸のプレート、大陸プレート、プレートって言われるとなんとなく分かった気もするんですけども、プレートテクトニクスって聞いたことあります、はい、プレートテクトニクスがあまりないんですよね、はい、まあ、この理論に基づいて、はい、こういった地震の解説をしてるんですね、はい、でそうした時に地球という目線で見た時に、こっち側のこの絵のですね、この端っこ、こっちの方はどうなってるんだと、この辺のところですね、はいはい、という話を今日はさせていただきたいなというのが趣旨になります、はい、で、ということでですね、お題はこんな感じになるんですね。ちょっとプレートテクトニクスって言いましたけども、話大きいんですね、はい、なのでさっき出てたプレートの話に絞って、はい、やらせていただきたいなというふうに思っております。お願いします。はい、でプレートって何でしたっけ、はい、ちょっとお勉強チックになるんで、あ、はいはい、やらせて、ここ非常にこう狭い話だということだけちょっと理解をする必要がありまして、画面はこんな感じになります、はい、プレートってお皿じゃないですか。あ、そうですね、はい、お皿どこのことを言ってるんですかっていうようなことをまず確認をさせていただくと、はい、右側にあるのがこれ地球なんですけども、はい、地球はざっくり核という部分とマントルという部分と地殻というこの3つで説明されてるんですね、はい、で、このマントルの中で対流たらかたらとかいろいろあるんですけども、今日はその地殻のこのごく薄い部分、この薄い部分のこの部分、プレート、はい、プレートはどこですかっていうと、ここですという、この非常に薄い部分のお話をさせていただこうということになります、はい、ですから地球ってでかい話をしましたけれども、薄っぺらな殻の話、表面部分の話なんですね。そうです、卵の殻の話で、黄身も白身も話しませんと、いや話しませんというよりは話せませんと、あ、いうことなんで、はい、けども、はい、地震ってすごく大きなものですけど、地球全体で見ると、はい、卵の殻くらいのものが動いてるっていうことなんですね。そうですね、はい、卵の殻を動かすのはこの核とかマントルとかの話もしないといけないんですけど、はい、そこを端折らせていただきますっていうことです。はい、はい、で、そうした時にですね、まあ、プレートの薄い話をしたんですけども、はい、ちょっともうちょっと広い話で見た時に、プレートって何枚あるんですかと、お皿何枚、はい、1枚2枚3枚って数えないと井戸の中から出てきそうな出てきそうなわけですけども、地球全体でこの、ね、プレートってじゃあ何枚あるんですかっていうとですね、はい、結構こんだけの色を塗ってあるんですけどもね、はい、こういう風なお皿がプレートがいっぱいありますっていうような、ことになります、はい、ということで結構あるんだなと。で、まあ、我々、日本に住んでますので、この辺りが、中心になるわけですけども、はい、その日本に関係するプレートっていうのも、なんか大きなやつもあれば小さなやつもありますよね、はい、ということで、日本だけ見たら4枚なんですけども、あ、世界全体で見ると結構あるんですよね。そうですね、
やっぱり物によって全然大きさが違いますね。そうなんですよね。でですね、さらにこれもっと細かくする研究者もいるらしくてですね、なんですけどもざっくりこうやって見ていきますと十数枚ということになります。はい。でこのプレートお皿がそのまま何にもなければ何も起きないわけですけど、はい、なんかしてる動いてるわけですよね、はい、ということでこういった、プレートっていうのが何枚か十数枚あるプレートが動かなければ何も起きないわけですけど動いてるということになりますので、はい、そのあたりをちょっとまた見ていただきたいと思います。で、はい、ちょっと画面を変えさせていただいてですね、じゃあその動きって何でわかるんですかっていうとですね、これあの、ノアのですね、太平洋の津波湾警報センターっていうのがあるんですけども、そこの YouTube の動画を皆さんと一緒に見たいなと、はいはい、いうことになりますので、ちょっとこちら画面切り替えていただいて、これが、そうなんですけども、1901年からずっと、発生した地震、はい、これについて、プロットしてあるんですね。はい、で左下に年が出てますので、まあ、これを見ていただくと結構あるなと。もう1900年代ですからえらく昔ですよね。はい、でどん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 、地震が発生していると。で大きさ、ここに大きさがありますけども、大きな円が出たり小さな円が出たりしますけど、一番大きいのが9、このぐらいのところが8、そしてこのちっちゃいのが7なんですね。はい、でこういう地震が結構ずっと起きてますよっていうようなことが見て取れます。で今、この起こる範囲やっぱり限られているというか、ね、多く発生するところと全然発生しないところで差がすごいですよね。はい、うん、そうなんですよね。今ここで発生したのがチリ地震ってやつですね。あ、はい、日本にも津波が来たので有名なんですけども、はい、まあ、発生するところがなんか決まってますよね。そうですよね。本当に日本付近多いですよね。もう例えばこうね、ユーラシア大陸、まあ、ロシアのあたりなんか全然発生しませんし、はい、アメリカ、カナダもあんまりないですよね。それから南米あたりも見ましても、ブラジルとからはほとんど発生してないし、サハラ砂漠も発生してないしっていうようなのが見えてきます。でこれで何が言いたいかというとですね、だんだんこんな感じで、全部まとめてみるとですね、なんかある程度決まってくるじゃないですか。はい、場所が。そうですね、というのが見えてくるっていうことですね。で今ご覧いただいているのは、さらにその中から 6.5 だけを取り出すとこんな風になってきますよというようなことを示しています。マグニチュードが 6.5 より大きい地震ものだけを取り出したやつですね。はい、で、8になってくるとまた減ってくるんですね。なんですけど、ここに発生したものを全部こうねプロットしていくと、なんかここに線が出てきますよね。はい、これってさっきのプレートと似てませんか。似てます。はい、はい、もうということでですね、あのプレートの周辺で、発生しますっていうことにつながってくるわけですね。あ、ちょっともう一度先ほどのプレートをこう見てみたいと思うんですけども、はい、はい、これですね、このちょうどプレートの境のところで、この、1900年からのも見てみますと発生しているというような状況になっているんですが、はい、さらにですね、はい、まあ、日本周辺見ますととんでもないところ住んでるなと書いてあるんですけど、そうですよね、世界の地震の1割はここで起きているということになるんですね。はい、はい、じゃあという、今度はですね、そのプレート、さっき動いてるからですよねっていうお話をさせていただいたんですけども、はい、まあ、そのプレートの数と、なぜ動くかとかっていうところの話よりも、どんだけ動いてるかっていう話をちょっと見ていきたいと思うんですけども、はい、これは今日参考にさせてもらっている、先ほど のページのマップなんですけども、今オールプレートって書いてます。全てのプレートに色をつけたのが
こちらなんですけども、これ全部外しました。そうすると地形だけが残ってるんですね。はい。で、日本に関係するのって何ですかっていうと、ユーラシア大陸、これですよね。はい。で次にあともう一つは北アメリカ大陸っていうやつがあって、それからあと太平洋プレートがあって、はい、そしてフィリピンプレートっていうのがあってっていう、こういう4枚のプレートが関係してくるわけですけども、はいはい、このプレート先ほど言いました、動かなきゃ何の問題もないんですね。はい。動くんですね。そうですよね。どのぐらい動いてるんですか、数字が出てきました。はい。このぐらい動いてるんです。お、でも見えないですよね、小さくて、はい、全然わかんないんで、ちょっと拡大してみましたということで画面切り替えさせていきます。日本だけ切り取って拡大してみると、こんな絵になったんですけどもね。はい、はい、一応日本がここですね、はい、で、はい、4つのプレートが、まあ、重なってるわけですけども、はい、数字と矢印が見えてますけども、はい、この太平洋プレートっていうのはこっち方向に92ミリメートル年、お、1年間に92ミリ、9センチくらい、9センチですよね。でフィリピン海、これがフィリピン海プレート、これがあの先日の、地震、日向灘の地震の、まあ、一つ説明に山口さんとか野沢さんがやってましたけども、はい、フィリピン海プレートはこっち方向に69ミリパー年、はい、1年間で動いてますということになります、はい、でじゃあ大陸のプレートっていうのはどっち方向にどう動いてますかっていうと、こっち方向、あ、ちょっと画面切り替わるかもしれません、ごめんなさい、はい、失礼しましたこっち方向に14ミリということ、1センチくらい、全然違いますね。ですよね。ということと、あとですね、海洋プレートと大陸のこのプレートを比べるとこっちの方が重たいんですね。でこっちが軽い、まあ、軽いって言っていいのかどうか分かんないですけど、まあ、あの作られてる石の質量が違う、まあ、重さって言ったら怒られるかもしれないですけど、とりあえず そんなにずれてないところで、はいはい、で、この重さが違って、動いてる速度と方向が違う。大陸のこのユーラシアプレートって1センチだから動ほぼ動いてない、で軽い、そこに重たいものが、重たいプレートが69ミリという速度で動いていったら、これどこ行きますかと。はい。そうすると下に行くしかないですよね。そうですね。もし軽ければ上に行くっていうこともあるかもしれませんけども、基本的に重たいのでこの下に行く。で、こっちは太平洋プレートですけども、太平洋プレートもユーラシアプレートにぶつかっていった時にどうなりますか。92ミリないしは102ミリ、10センチか9センチで動いてますので、その速度でこっち方向来てます、こっちはこっち方向で、まあ、10分の1しか動いてません、となればこれはどこに行きますかっていうと、やっぱり下に行く、上に行かないと、はい、ということになるわけですね。はい。まあ今日は以上なんですけどね、うん、でこれを、はい、まあ、あのちょっと頭の方に入れた上で、一番最初にあの、見ていただきましたあの解説図ですね、はい、これか、はい、この解説図、日本の近辺のとこだけ取り出して、見ていくと、この海のプレート、まあ、太平洋プレートかフィリピン海プレートなんですけども、はい、これ重たいので下に沈んでいきますよっていう、こっちが沈んでいきますよっていうことなんですね。で、まあ、最後に面倒くさい話がもう一個なんですけど、こう沈んでいくっていうことはへこんでいくわけですね、下に、はい、でここのへこんでるところっていうのが、まあ、海溝、はい、日本海溝とかですね、南海プレート、トラフとかっていうふうになるんですね。
はい、これちょっと画面もう一回切り替えさせていただきますけども、これって最近はですね、あの Google Earth やなんかがあってそれ見れるのですごく楽しいんですけども、個人的にはですね、はい、はい、こちら Google Earth も出していいのかな、いいっすよね、はい、あのここがですね太平洋プレート、ここがフィリピン海プレート、はい、でこっち側に、まあ、こういうふうに進んできてましたよね。でこっちはちょっとしかこう進んでなかった、だからこれ沈むって言ってましたけども、はい、沈むので深くなるんですね、海溝。あ、確かに影になってますね、はい、これ深い、まあ、もしここ横にこう切るとですね、あ、ごめんなさい、ここをこう切るとですね、ここはこうこんな風にへこんでるんですね、深くなってるところがここのところと、はい、いうことになります。へえ、まあ、うん、はい、沈んでいってこのつれが生じることによって地震が引き起こされるんですよね、はい、ということですね、はい、まあ、こうやって見ていくと、まあ、いろんなところで地震があって、その結果というのが、まあ、どうなってるのかっていう、まあ、ニュースやなんかでありますけどもね、そういったところも興味の対象として見ることができるんですけど、さっき沈むっていう話しましたけど、はい、全部沈んじゃったら陸地なくなる、陸地っていうか海の底とか陸地なくなるじゃないですか。そうですよね、どっか出てこないといけないんですね、はい、それがこちらになりますと、この辺にですね、はい、やっぱ線があるんですね、はい、ここはですね逆にこう出てるんですよ、出っ張ってる海嶺、海嶺、はい、押し合ってるみたいな感じですか。いや、押し合ってるんじゃなくて逆です。引き合ってる。あ、でこっち側に出てまた中から出てきて、でその出てきたやつがまたこっち行っちゃってまた出てくる。あ、そういうことなんですね、はい、でここが海嶺って今あのチャットで書いていただいた、あ、これです、この字を書くんですね、ということで、はい、世界にはこの海嶺っていうような形でこの陸地がこうどん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 できてるところと、あ、沈んでなくなってるところとこういうのがまああるという、日本付近のお話だとこの沈んでいく、はい、押し合っている解説しかなかなか聞くことができないので、はい、でもずっとこの沈んでいったら、はい、逆に反対側はどうなるんだろうって気になっていたんですよ、はい、その謎が今解けましたもうぜひそれをですね地震の解説をしている時にあの宇野沢さん山口さんに投げていただくとですね、彼らはもう危機として長くなりますけどもね解説するんじゃないかと思いますね。わー、ありがとうございます。でこれですから出てくるところと、はい、なくなっていくところがあります。その上に乗っかっている陸地っていうのはそれに合わせて動いていくっていうことになりますので、はい、大陸が移動してるっていうようなことになるわけですね、はい、まあ、よく言われるのはここみんなハワイが大好きじゃないですか、はい、ね、1年間に1センチずつ近づいてるんですよね。あ、プレートが動くことによって、はい、近づいてきてるので、何千万年か何億年かすると日本領になるわけですよね、ハッピーですね。いや、それはちょっと良くないか、まあ、計算上あくまでも計算上陸続きになるという、楽しいかどうかは別ですけども、はい、まあ、こういう風になっているということですね、はい、まあ、泳いでいきたい方はどうぞ、行けない距離じゃなくなるのはもう人生何回繰り返すとそうなるか分かりませんけれども、はい、はい、ということで今日はプレートテクトニクスと地震について解説をしていただきました。